トベ広報の信頼性に揺れ、マスコミとの対立が新ユニット、ナンバー・ i に影響を及ぼすトベ広報の信頼性への疑念。日本のアーピストマネジメント会社トベが新しいユニット、ナンバー・ i の結成を発表したものの、その背後にはマスコミとの対立が渦巻いているようだ。 一部週刊誌からは攻撃的な記事が登場し、戸部の広報に対する信頼性に疑念が広がっている。これにより、新たなユニットや他の所属アーティストのイメージにも影響が及ぶ可能性がある。背景、ナンバー I の登場と戸部の広報の役割。戸部は滝沢秀明氏が率いるアーティストマネジメント会社で、 現在の日本のエンターテインメント業界において一石を投じている存在だ。彼らが手掛ける看板ユニットとされるのが、元キンプリメンバーによる新ユニット、ナンバー・ I である。しかし、その発表と同時に、トベの広報に対する批判の声が上がっている。マスコミ関係者によれば、特にトベの広報担当者は元 TGC 運営会社スタッフであり、 その過去には大手芸能プロダクションでの経験もあるという。しかし、彼の信頼性に対する疑念が広まっているのは、メディアに対して戸部に関する情報を与える際、明確な情報と異なるコメントを後に発表したことが原因のようだ。戸部の広報とマスコミの対立。戸部の広報担当者が、ナンバー・アイのメンバーである平野紫耀、神宮寺雄太。 岸優太の戸辺ゴール説を完全否定したことが問題の発端とされている。これに対して、二人は後に戸部に移籍することが発表され、岸優太も同様の経緯をたどった。この一連の出来事により、マスコミ関係者は戸部の広報に対して不信感を抱くようになり、その信頼性に疑念が生じている。広報担当者の過去の経歴が注目される中、 彼が嘘をついたことが露呈すると、戸部全体に対するマスコミの評価が急速に悪化している。特に、マスコミ側が戸部に対して問い合わせを行った際に、無回答で通せばまだしも、後になって嘘が明るみに出ると、信頼を失うことは避けられない。広報担当者のプロフィールと戸部の立場。 トベの広報担当者は、イベント会社 W 東京の出身で、以前は大手芸能プロダクション権をとに在籍していたという。その様子から、パッと見は彼こそジャニーズタレント、とまで言われるほどの存在だが、広報としての評価はまだ確定的ではない。彼のコメントの信頼性が問われる中、 飛べはマスコミとの対立を避けつつ、新たなアーティストやユニットのプロモーションを行う必要がある。飛べの戦略と今後の展望。飛べサイドは可能な限りマスコミを味方につけない戦略をとっているようだ。しかし、これが逆に問題を引き起こしている可能性も否定できない。広報担当者の信頼性が揺れている状況では、 トベはマスコミとの信頼関係を築く必要がある。特に、新しいユニットや所属アーティストのイメージが影響を受けてしまうことは、業界にとって深刻な問題である。今後、トベは広報戦略を見直し、マスコミとの円満な関係を築くことが求められるだろう。それがなければ、アーティストたちのキャリアやファンとの信頼も損なわれる可能性があり。 戸部の今後の動向が注目される。広報戦略の見直しと信頼回復の重要性。戸部が今後成功を収めるためには、まず広報戦略の見直しが不可欠である。マスコミとの対立は戸部の評判に大きな影響を与えており、これを解消するためには透明性と一貫性を重視した広報活動が求められる。 信頼性のある情報提供と的確なコメントは、トべが業界での信用を回復する鍵となるだろう。広報担当者の対応とトランスペアレンシー。広報担当者自体も信頼を回復するためには的確な対応が必要だ。未来のマスコミへの対応においては、情報を適切に伝え、誤った情報を流さないことが不可欠である。 トランスペアレンシーを保ちつつ、冷静かつ誠実な対応が、マスコミ及びファンからの信頼を取り戻す第一歩となるだろう。アーティストとの信頼関係の維持。トベは広報活動の不手際が、アーティストたちの信頼にも影響を与えている可能性がある。今回の出来事が、アーティストたちのキャリアに悪影響を与えないよう。 トベは迅速で適切な対応を行う必要がある。アーティストとのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を損なわないよう努めることが肝要である。ファンとのコミュニケーションの重要性。アーティストと同様に、トベはファンとの信頼関係を築くことも急務である。ファンはアーティストが所属するエージェンシーにも期待と信頼を寄せており、 広報活動の不備がファン離れを招くことは避けるべきだ。ファン向けのオープンなコミュニケーションや誠実な謝罪が信頼回復に寄与するだろう。結論、信頼回復への歩みを重ねる。戸部は今回の出来事を教訓とし、信頼回復への歩みを進める必要がある。広報活動において透明性、一貫性。 トランスペアレンシーを重視し、マスコミやファンとの信頼関係を築く努力が欠かせない。アーティストたちのキャリアやファンとの結びつきを大切にしつつ、今後の戦略を見直すことで、トベは再び業界での信用を回復し、成功を収めることができるだろう。トベに待ち受ける課題は大きいが、その解決に向けた行動が重要である。 信頼の回復は一朝一夕にはいかないかもしれないが、一歩ずつ努力を重ね、アーティストとファン、そしてマスコミとの誠実な関係を築くことがトベの未来を切り開く鍵となるだろう。